白谷階段、白谷の世界へようこそお移動いただきました。怪異な世界の水先案内階段誌の白谷でございます。今晩お聞きいただきますのは、あることをきっかけに、自分の後ろに今も連れてきてしまったままにいる、そんなエピソード。 えー、解体権いろいろございますけれども、中にその憑依と言い,いまして、目に見えないものというのが取り付いてしまうというような現象に見舞われる方というのが、まあまあございますで。そういった方たちの多くというのは、私が伺ってきた中では、ご自身ではその取り付かれているという自覚がなかったりであるとか、 後々振り返ってみると、あの時そういうことになっていたらしいんだと。まあそういったことがもっぱらなんですけれど、中には、ご自身でいついっか、あのタイミングから自分は妙なものに取り憑かれたんだと、自覚のある方というのがいらっしゃいます。体験を寄せてくださったハンドルネームでサクさんという大阪在住の女性ですけれど、まだお若い方ですけれどね、 まさにこのサクさんという方が、その自覚のあるタイプの方で、事の起こりは今から4年前の冬でございます。サクさんのお父さんという方は、あの、ライフルを持って、季節になりますと、山に鹿であるとか、えー、イノシシであるとか、 そうしたものをこう、狩りに出るというのがご趣味の方。で、そのお父様の影響はあって、サクさんもライセンスを取りましてね、自分自身のライフルと、鉄砲玉と、で、毎年、狩猟解禁というのは冬なんだそうですが、時期になりますと、福井県っておっしゃってましたがね、で、そこの山まで行って、狩りをするというのが、 ご趣味なんだそうです。で、その4年前の冬に、待ちわびた季節がやってまいりましたから、最高ってんで、で、お父さんや同じその狩猟の仲間に声をかけてみるんですが、あいにく都合が合いませんで、それならいっそ一人で行ってしまおうという。それで彼女は大阪から車でもって、 福井県を目指すすんです途中京都にまあそうした時用に借りてある今空き家なんだそうですけれど一軒家がございましてねでそこはまあお父さんが寮に出る時とかご自身がその出る時とかというのは宿代わりにお使いになっているというそういうお宅です夜になりまして 久方ぶりに京都のその仮住まいにたどり着きますがなんせ一年に何度かしか使わない家なんですよでまた京都の夜でありますから底冷えがしてひどく寒い車を降りて猟銃と鉄砲の弾とこれを大事に小脇に抱え込んでガチャガチャカラガ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 ラ,ラと開けますですぐに明かりをつけますが 空気が冷え込んでおりますから蛍光と中にもキン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 なと音を立てて。で普段人が使っていてたまに留守にしているうちに帰ってくるのと違いますから。はあ寒い。ふふ。震えながらこの猟銃を管理しておくためのロッカーをガチャンと開けた。中に猟銃と玉とをしまって鍵をかける。 まあ、こうしたものってのは厳重に管理をしなきゃいけませんから。で、その後あってと、それほど物のない部屋ですけれども、茶の間に向かって、で、そこには、こたつがすでに、電源コードをつないで、スイッチを入れて、まだまだ冷たい中でありますけれど、身を縮めてこたつに潜り込む。 通電いたしますと、ほどなくこたつの中というのがふわーっと暖かくなってまいります。寒い晩でした。車の運転で疲れていたということもあって、こたつの中でぬくんでいるうちに、はあ、いいやんもう、どうし明日朝早いし。気持ちいいな、このままここで寝ちゃおう。 布団を敷いて横になりゃいいんですけれど、いずれ一泊にもならないほどの時間で、せっかく今、心地よく睡魔に襲われて、暖かいこたつの中だし、このまま寝てしまおうと、せいでさくさん、こたつに入ったまんま、うとうとと眠りに落ちた。眠りに落ちて間もなく、 んっと、思い切り足首を引っ張られて、はっと目が覚めました。目が覚めると同時に足首を掴んでいた感触というのは消えてしまいましたけれど、いや、それは今掴んでいないというだけで、確かにものすごい力で引っ張られたというのは、はっきりと体が覚えております。すぐさまこたつの中から、ふっと、 と足を引き抜いて気になる足首を見て驚いた。よほど強い力で握られたんでしょう。足首にまだくっきりと指の跡がついていたそうです。そう。もちろん。 普段は鍵がかかっていて特に管理を頼んでいるわけでもありませんから人の入りようがない。今その家の中には自分一人きりなはずで。今しがた足を引っ張って、となればこの部屋の中かこたつの中にいるだろうと、一応中確認してみますけれども、誰もおりません。 どこまでも深い海の底のような夜の静けさの中、サクさんはふとかつてこの家に住んでいたおばあちゃんの話を思い出した。このうちね、うん、出るよ。え出るのいるの この家「まあもうね気にしたってしょうがないねいるんだもんそうだいつかおばあちゃんはこのうちには人ならざる者がいるんだと言っていたそしてそのことを思い出した時にサクさんはなんだか気持ちがすっと軽くなって おばあちゃんそのことを話してくれたときに、あんまり物々しい感じがしなかったんですよ。ほう。なんか当たり前みたいに言ってて、いるいるみたいな感じでお話しされてて。そのことを思い出したら、かえって、あ,あ、そうだそうだ、おばあちゃんいるって言ってたしなと思って、まあ強く足引っ張られたんですけど、かえって怖くなくなっちゃって。 気持ちの丈夫な方なんですな。せいでサさん、あと少し眠られるだろうと再び寝直そうとしたときに。ピスッえミスップッえラップ音が鳴り響い。 今ほっと安心して寝直そうと思ったそのサクさんの気持ちを見透かして嘲笑うようなはたまた威嚇するようなプシッという激しい音が響くそのうち止むだろうかと思っておりますがそうじゃないプシッミシッ ラップ音は激しさを増した。で、これは理屈ではありません。身の危険を感じたと言います。音でしかないのに自分のことを威嚇しているそんな気がした。このままこの家で朝を待つ間に自分はどうにかなってしまうんじゃなかろうか。 いても立ってもいられずにクさんはこたつを抜けてると電源を切って明かり落として玄関にかけていくバタバタといってガチャンロッカーを開けると先ほど閉まったばかりの猟銃と弾を手にせっかく今夜一晩泊まる予定だったその家を後にして車に飛び乗った勘弁してよね何だったのさっき。 あーいるって言ってたけどやばいやつじゃないのかな夜中のドライブは心細いもんですそしてまた長い運転で疲れておりますから困ったなどこかで休みたいと思っているとやがて道の駅が目に留まりましたからそこの駐車場に車を入れ そんな時ってのは誰でもいいから人の声を聞きたいものです。かといって、もうだいぶ深い時間。友達に電話をするわけにもいかずと、そこでサクさんはやむなく実家に電話を入れた。しばらく呼び出し音があってから。はい、もしもし。あ、もしもし、お母さんあら。 何何かあったのうん。ちょっとね、京都の家で。京都の家であんた今どこにいんのいや、実は道の駅にいる。ついさっきのことなんだけど、泊まろうと思って仮住まいの京都の家行ったらあんなことがこんなことがあったって話してるうちに、誰よん お父さんが電話に出る。もしもし。あ、もしもし。な、何あったって京都の家で。んうん。な、うん、あー。で、まあまあ、そういうこともある、あるんだろうな。うん。古い家だから。そんなことよりお前、 明日寮に出るんだったらもう早く寝ろ。いや、早く寝ろって言ったってもうだって出ちゃったもんなんということをしばらくやっていてだいぶ気持ちが落ち着いた。じゃあおやすみと言って電話を切る。ほっと一息つきますと再び静寂と闇に包まれた。いや、お父さんの言っていた通り。 休みな運転してきているし本当は一晩眠ってから寮に出るつもりでおりましたからせめてとエンジンをかけたまま車の中でシートを倒して車中泊の構えであります。はああだいぶ気持ちも落ち着いたしこれなら平気かなと目を閉じた時。 と車の中、ガバッと身を起こした。あの家じゃない。もう今車の中にいるのに、あの音が響いていると身を起こして目を見開いたその視線の先、フロントガラスから見えている、この道の駅の売店の前であります。釘付けになった。瞬きもできない。なぜならそこに、 白い洋服を着た女の姿がある。他に駐車している車の影も形もない。無論売店は全てしまっている。道の駅でありますから近所の方がふらふらとやって来られる場所じゃないにもかかわらず、そこに女がいる。はっと思っているとあろうことかその女が、少しこちらを気にしたようにして、 売店の中に音もなくスーッと消えいってしまった。<laughs> 違うあの売店の前に現れたんじゃない自分についてきているんだこの人はとそう思ったところからは ごくも早く家に帰りたいという一年に駆られたとても明日寮に出られるそんな気持ちにはなれませんでしたいよいよ大変なんですがそこから大阪の住まいめがけて大急ぎ車を走らせたしばらく走っておりますうち 途中は何もない田舎道のことであります。ヘッドライトの明かりをだけ頼りに車の中は暗い。エンジン音だけ聞いておりますとやがてそのうちあの女がスーッとバックミラーに映るような気がする。嫌だ嫌だと思ってカーオーディオで音楽をかけた時です。後部座席から オーディオからではない女の声で、口ずさむ歌声が聞こえた。<laughs> 結局、それだけで何事もなく無事大阪に帰ってくることができたそうです。明るくなってみますと、 あのラップンのことも、白い女の姿のことも、足を引っ張られたことも、すべて夢だったような記載した。ああ、よかったと。狩猟に出かけられなかった無念よりも、無事帰ってこられた安心感の方が勝ったところが、開けてお仕事に出てみますと、 職場のご同僚さんがなんとなく自分をふっとこう無視するような、避けるような、そんな態度を取られまして、一体何だろうと気になるというような状況が数週間も続いたそうです。数週間ほど経ってある日、突然何事もなかったようにおはよう、なんと声をかけられて、その瞬間、あの、ん もしかして私なんか、私になんかついてました。あ、気づいてたんだ。このご同僚さんということは、少しそうしたことのお分かりになる方だった。どうやらあの時以来、ずっと作さんについてきたよ。 けれども、サクさん、ついているものの正体というのを、あの道の駅以来見ておりません。おそらくそれは、サクさんの資格、いつも後ろにいたようで。じゃあそれは、つまり、ようやく取れたってことなのかしら。うーんと、違うと思います。 え、違う。取れたんじゃなくて、隠れてるだけかなって。見えなくなっただけで。まだ今もついてると思います。なんとなくわかるんです。なぜって言われても、なんとなくとしか言えないんですけど。 生きている我々は未来を前を向いていきますけれど、亡くなった後未練して留まるものは、後ろ、生きているものに見えない死角に潜んでいるのかもしれません。わ今夜も最後までお付き合いをいただきまして誠にありがとうございます。 よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いを申し上げます。うーんなんだか実際に妙なものが取り付くなんということというのはあるようでございますけれども、それにしてもこう見えないところにちょっと乗っかるというのは、これはどうにかならないもんかなと、せめてこれからつきますが、い,いえ、それはちょっとお断りしますと。 そのぐらいのやり取りができれば結構なんですがなかなかそのように都合よくいかないようであります、えー。気づけば2月もこれが最後の配信ということになります。なんか2月はあれですね、28日までしかなかったんだなっていつもこの2月の暮れになると思い出すわけでございます。今度次回の配信はいよいよ3月。3月ってともうそれだけで。 えー、おひな祭りであるとか、春だな、というような気がいたします。気持ちはワクワクするんですけれども、階段の方は、チタチタ、しっとりと聞いていただこうと、そのような運びでございます。引き続き、金曜の夜8時をお楽しみに、お越しいただければと、そのようにお願い申し上げる所存であります。 なんだかんだと暖かくなってくるとは言えども季節の変わり目でございます。皆様くれぐれもお気持ち、お体、ご健康にお過ごしくださいませ。それではまた次週お目にかかりましょう。またねー